はいえー、私が待ちに待った行政救済法の説明ですね、まあ、論文式試験の出題は、もうここから必ず出ると言っていいかなと、でこの行政救済の手続きの中で、まあ、行政行為というふうなものが違法ではないか、取り消しの対象になるかどうかを判断するというふうなことなので、少なくともこの行政救済の枠組み、特に行政事件訴訟の、ね、ルールというふうなもの、これがもう論文式試験対策にはもうね、絶対に必要である。 もちろん担当式試験の出題も多いというふうなところになってきますので、えー、いうふうふなことですよねそれでまあ、やっぱり勉強するかには実際、実務なんかで役に立つようなものである方が、まあ、こうが、モチベーションがきちんと勉強のモチベーションが上がるかと思いますが、もう行政事件をもし扱うんだったら、この行政事件訴訟の詳しくないと、まあ、思わぬミスをしてしまうかもしれない、裁判所かとか相手方がなめられるかもしれないというふうなことですね。 ここはもう本当に実務をに触っても特に重要なところなのかなという話になりますね。私自身は今本当にあのいろんな法律の分野の中でも行政法は結構嫌いじゃない分野ですね。というのは一番実務とですねこのように勉強していることの差っていうふうなも特に論文式試験っていうふうなものが実務で実際に使う事件の差が小さいというふうなところがねあるんですよね。 行政法学自体も判例よりもの方がむしろ実際の学説よりも、ね、前に進んでいるところがあるのでその判例のいわば考え方を研究するというのが、まあ、実際学者のやることみたいな状況に、ね、なっていますよね。 ですからそれだけね本当にあの実務とは全然もうなんか無関係突飛な考え方とかそういうようなものを学者が言い出してしないっていうふうな意味でもね非常にこう健全な感覚がねするのがこの行政救済行政法の世界だなというふうなことでねそこら辺を皆さんにもねちょっと身につけてもらっていいなと思って講義をしてるわけです。では早速行政救済についてのね えーまあ、この枠組み、えー、まず一番最初ですから、それ項目立てみたいなものを話していくというふうなことですね。でこれまで、特に行政手続き法では、事前に人権侵害を防止するための手続きだという話をしました。この行政救済は、それでも人権侵害が起きてしまったというふうな場合に、その損害を添付するとか、あとはその侵害がある状態といったものを取り除く必要がありますから。 そのような違法な行政活動をされたというふうな場合にそれ適法な状態を元に戻すための法これが行政救済法だということになりますね。よくまあ自動車機関車に例えますが自動車機関車はこう道を、ねえー、決めないとこ走っていく線路を走っていく。 そこを決められた速度で走ってるっていうふうな分にはあまり問題ないんですけどもスピード出しすぎて危ないからだからそれスピード出さないようにしてくださいというふうなことで事故を起こんないしましょうっていうのがいわば事前手続きなわけですね。 それをまあ脱線してしまうとかいうふうな形で人とぶつかっちゃったっていうふうなことで、現に損害が発生したというふうな場合には、えー、そういうふうな、ね、脱線した線路から、えー、列,線した列車を線路に元に戻す必要がありますし、怪我した人に対しては、これ、損失について、ないし損害について、保証をきちんとしなければいけないということになってくるわけですね。 これが行政救済の中のための行政集救済というふうな手続きがなぜ必要なのかの理由というふうなことになります。違法状態を、人権利侵害状態を是正して、損失をね保障するというふうなところにねその趣旨があるんだよという,ふうなことですね。2つある行政訴訟という方が、いわば違法な状態といっても取り除いて適正な状態元に戻すための手続き。 国家保証というのが発生し損害、損失というふうなものをお金などで添付して、その損失の穴埋めをするというふうなものを国家保証というんだということですね。さらにこの行政訴訟の中には、裁判所が是正するというものと、行政庁自らがその是正に対して申し立てをして是正をするというふうなものがそれぞれあるということですね。審査請求なんて言われる行政服申し立てと、裁判所による行政事件訴訟の2つがありますよと。 次に損失損害を保障するというものについて違法行為によって発生損害を賠償するものを国家賠償と言います。それに対して適法なものがいわば適法に損失を与えた道路を作るにたって道路を収容したみたいなような場合にはこの損失保障という,ふうなものがによってその損失の店舗がされるという,ふうなルールになってくるという,ふうなことですね。はい それぞれぞ行政総省国家保障というふうな話で、えーまあ、しかもそれぞれ2個ずつの、ね、制度があるんだよと使い分けも今後も何べんでも同じ話をしていきますが今お話した使い分けの通りなんだよということになってきます。他にも救済制度というようなものがいろいろありますが、まあ、こういった試験は出ませんから気にしなくていいのかなという話になりますね。実実務的にはどれもも際のばかりありあますが まあ行政審判ぐらいいは憲法の勉強に役に役立つかもしれないですよね行政機関が準司法的な手続きを持って司法に準ずるような厳格な手続きを持ってただから行政庁がまあそのもの権利救済っていったものの働きを行うものですよね。公正取引委員会とかがえ、ね、その審判を行うなんていうのはもう一つのねその行政審判の一つなのかなという話になりますね。 行政委員会には審判っていうようなことがこう。テキストにもね載ってますけどね。はい。じゃあ次、次行政複合者点についての説明に移っていきましょう。